皆さん、こんにちは、佐々木です。え、本日は、ブロックファイも倒産化ということで、え、ブロックファイも破産申請、え、米国の、えー、まあ、日本における民事再生法のようなものなんですけども、チャプター11の申請の準備に入っているという報道が、ウォールストリートジャーナルでありました。え、ということで、またですね、FTX に続いて、えー、ブロックファイ。え、これはどういうものかっていうと、仮想通貨の有名なレンディングプラットフォーム、要は仮想も、自分の持っている仮想通貨を、えー、 ブロックファイに預けて、そしてそれで金利を得るっていうこと。で、ブロックファイは何をやるかっていうと、他の仮想通貨を借りたい人がブロックファイからお金を借りる。要は他人が預けたものをブロックファイがプラットフォームとしてレンディング、貸し借りのサービスを行っていたっていうものがブロックファイです。それが今回 FTX の倒産、破産を受けてブロックファイも破産すると。 まあ、もともとね、融資を受けていたんですけども、こういった事態になってしまったということで、今回ですね、この影響っていうものと、今後ね、FTX、ブロックファイ、そして、今、DEX がね、注目されていますけども、DEX でね、ディセントラライズされた取引所にやってきますけど、こういったものが、これもね、危険性あります。めちゃくちゃあります。中央集権的じゃないので、逆に危険といえばもう、サービスの管理者もいないので、 かなりね、こういった問題も深いんですけども、これについても、えー、皆さんに詳しく話していきたいなと思います。で、これから話していくんですけども、まだね、僕の、えー、LINE、公式 LINE とメルマンに登録したい方はぜひ概要欄の方から登録しておいてください。YouTube でね、話してないより詳しいね、投資やトレードの情報などを無料でプレゼントしてますので、まだ登録してない方は概要欄の方から登録してください。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。あと、グッドボタンとかもね、お願いします。あと、コメントもね、前回の動画でかなりね、 FTX の件とかをより詳しく話したのでめちゃくちゃねあの新規の方とかと再生回数も、ね、増えて、えー、嬉しいのとあと皆さんにね僕も期待に応えていかなきゃいけないなっていうことで仮想通貨もそうだし、えー、投資全般ね歌舞伎市場の上昇とかも。 起こっっててるし逆にドル円の下落とかも起こってますんで今後ねそれにについいいいいてても話していきたいなという,ふうに思います、えー、今回は、えー、ブロックファイと FTX の件を話していきます。で、まずこのえ、えー、ブロックファイの件なんですけどまず詳しく言うと、ブロックファイっていうのはレンディングプラットフォームだよって今言いましたね。で、それが、えー、FTX の件を受けて破産をしたと。破産準備に入ってるってことですね。で、これどういう状況なのかっていうと、知ってる方は知ってると思いますけども、そもそもですね、今年の えっと、6月とかですかね、えー、にあった、えー、これもね、また大きな問題ですけども、ルナの暴落。まあ、テラ社っていうものが発行しているルナっていう仮想通貨があったんですけども、これがもう大暴落。もうほぼ昔になったと。で、ほとんどの取引所で上場廃止とかになってしまったと。まあ、一部生き残ってるというか、まあ、上場はしてるんだけども、昔だっていうのは変わらないです。で、これによってっていうのもあるし、えー、そもそもまあブ、それによって、まあ、ブロックファイとかも、まあ、 えー、財務危機に陥った,とただ、その段階では破産してなかったんですね。でそこで、えー、FTX からの融資を受けていた、もしくはアラメダリサーチっていうね、FTX の親会社、そもそも、えー、サンバンク・マンフリードさんが立ち上げていたアラメダリサーチっていう会社から、えー、も、えー、ブロックファンに対しての資金提供、融資を受けていたわけですね。その金額がですね、えー、FTXUS からの当時のレートで540億円。 っていうのと、さらにアラメダリサーチからも、えっ、ー、と、6月ですね、340億円の融資を受ける契約を結んでいたと。ただ、まあ、結局 FTX が財務機に陥ってしまったと。もうそもそも破産申請を受けたので、こういった融資ももう受けられなくなってしまって、で、もうすでにもうブロックファイでは、えっ、ー、と、資金の出金もできないという状況になってます。でこれもやばいですよね。要はだから、えー、金利をもらおうかなっていうことで、ブロックファイに入金していた人たち。 ね、それも数ーパーとか高いとまあ10%以上とか、ね、仮想通貨によってはコインとかによっては10%以上とかもらえたりするんですけども、まあ、比較的その普通の、えー、現金とかの銀行に預けてもらう、ねまあ、日本だとほぼないですけども海外だと、ね、ドル USD ドルとかに対しても 1%2% とかもらえたりするんですよ、まあ、あのコロナによってとか、えー、時期によっては、ね、もう全く金利がつかない時期もあったんですけども最近またあの金利がつく ようになってきてきます、まあ、僕もそのドルとかでも、あのマレーシアの銀行とかに、えっと、HSBC とか、あと他に法人の口座でもドルであ,のあるんですけども、勝手にお金が増えていったりしますので、そのな金,金額を見てると、1%パーだなとか2%パーだなとかね、年間で直すと、っていうのこう毎月毎月月末か年月初に入金されるような形になってます。えー、なんですけども、そのブロックファイというものは、USDT とか、ステーブルコインの中 ステーブルコインって言ってドルとペックスされている。同じような価値を持つものとかも、えー、例えば8%とか10%とかそういったような金利がもらえたりします。まあそれ以外のね、プラットフォームってブロックファイン以外にもあるんですよ。まあ僕も使っているネクストとかあるんですけども、まあブロックファインについては、えー、厳しくなってしまったと。ただですね、まあ僕もちょっとまあ心配というかおかしいなって思うのは、まあこんだけ何百億円も資金提供を受けて、まあ、うまくいかないっていうのもおかしいなと。まあ、そもそもビジネスモデルとして、あのー、 要は、預けたお金をまた貸ししているようなもんなんで、そんなにお金かかんないでしょっていうところなんですね、そもそもね、ブロックファイとしては。だからそもそも経営とか、まあ、内部の人の,そのお金の使い方とかにまあ問題があったんじゃないのかなと思ってます。あと、それ以外でも、クリプトドットコムとかもまあだいぶ暴落してるし、あの送金の問題ですね、クリプトドットコムが、えっと、イーサリアムをなんか、32万イーサリアムを昨日か一昨日ぐらいになったんですけども、あの間違って、えっと、どこに送ったんでしたっけ えっと、それを間違って送って、で、一応戻されたんだけども、まあ、それを間違うっていうことはあんのかなっていうことですね、そもそもね。あの、そんな大量のね、何百億円っていうようなイーセレムを、えー、送ったりとか、えー、しかも間違えて送るみたいな、まあ、それ社員にやらせてたのか分かんないですけども、一応まあ戻ってきたみたいですけど、そういったことあったりとか、かそもそもその、レンディングプラットフォームとか、えー、自体も、まあ、危ういっていうのと、まあ、僕的にはですね、要は、その、 まあ問題はビジネスモデルとしては硬いと思ってるんですよ。なんでかっていうと、いまだに、その、これ別に否定とかでもないんですけども、その銀行からのローンとか、あと、カード会社、あと、消費者金融みたいな、アコムとかレイクとかみたいなのも、普通に、まあ、いまだにあるじゃないですか。で、僕もまあ、あのローンとかもね、昔お金がない時とか、あの、車の改造するのにこう、借りたこともあります。120万とかね、とか、あとは、 消費者金融とかレイクとかアコムとかは診察すら通らなかったんですけどただ別に僕も借りたいなと思った時に50万円とかね30万円とか借り入れたらいいなとかそれ以外でもあの、まあ、気軽なところとしてリボ払いとかも僕も全然昔やってましたあのもうお金がないけども借りて、えー、もうそれ借りて、えー、支払いが来る前にまでにこう バイトとかして稼いだりとか、もしくは何かビジネスで稼ごうというようなことを考えてました。なので、必要性はあるっていうのと、その個人にとっては別にいいなって思うのと、その運営会社としては、えー、基本的にはその貸し倒れリスクとかっていうのもあると思うんですけども、ただ、要は、金利で払う側、えっと、ブロックファイが運営として、例えば顧客に対して、 ええー、さっき言いましたけども、例えば USDT っていうステーブルコインが8%ですよって金利を打ち出して、ただ借りたい人に対しては10%の金利を払ってくださいねっていうにすれば2%の利益が出るはずなんですよ。で、これこの前も言いましたけども、その仮想通貨業界、もしくは株式、まあ、投資全般なんですけども、利益を生み出すビジネスモデルなのかっていうことはすごい重要だと。 いいう,うに言いましたよねだからそれで言うと、バイナンスとか、あとは FTX もそうなんですけどね、FTX だからそんなに問題ないって言ったのは、まあ、問題あるんですけど、あの普通にやってれば問題ないんですよ、ね。日本取引所とかも普通に運営できてるし、莫大な利益が出てるわけですよ。要は仮想通貨取引所っていうのはめちゃくちゃ利益が出るビジネスモデルだっていうふうに言いましたけど、まさにその通りで。っていうのと、このレンディングプラットフォームっていうのも、そもそもめちゃくちゃ利益が出る、出やすいビジネスモデルなんですね。 そそもそもなんでかっていうと、要はそのプラットフォームとして人気が出て、顧客が集まって、顧客が入金していって、でその要は信用の問題なんですよ。これが破綻するかどうかっていうのが、えー、やばいなっていう,うに思われちゃうと、もうブロックファイから一気にもういろんなところに資金を引き上げちゃいます、みんな。やばいから、やばいと思ってね。FTX もそうです。FTX もやばいなって思ったら、みんなバイナンスとか、もしくはコインベースとかに資金を移動します。 要は、そこの問題点って何なのかっていうと、みんながお金を預けていれば、お金があるので、そのお金で何かを、えー、運営者側はすることができるわけですよ、ね、企業側は。それは仮想通貨取引所もそうだし、レンディングプラットフォームもそうです。だから結局のこのブロックファイの問題点は、もういくらやってもそのお金を無駄遣いしちゃうっていうところが僕は問題点だと思ってます。どうなる、内部事情とかわかりませんけども、 基本的にはそうです。なぜかっていうと、他のレンディングプラットフォームとか生き残ってるし、えー、ディファイ関連ですね、えー。パンケーキスアップとか、えー、っと、それ以外の,あの、このブロックファイに関しては中央集権的な、えー、レンディングプラットフォームです。まあ、どういうことかっていうと、社長とか今まで要は、えーっと、今までのビジネスモデルの中の、要はレイクとそういったものの仮想通貨版を扱っているものっていう感じです。でそれ以外、ディファイ関連のレンディングプラットフォームっていうのもあります。 今言ったパンケーキスアップとか、えー、それがもたくさんあるんですけども、あのー、そういったものがあるんですけど、あのー、そこはどうなってるのかっていうと、一応、まあ、管理する人はいるんですけど、まあ、手といったらあれなんですけども、管理者が不在でそのアルゴリズムとかプログラムによって、あとはスマートコントラクトとかによって契約とか決まっていて違反とかするともう,、あのー、もうそれが除外されたりとか、もうその人は関われなくなったりとか。 サマザなペナルティがあって、そういったアルゴリズムにとのっとってもやってるっていうようなものがあるんですよ。で、開発者も自由にね、参加できたりとか、もう僕とかでもできるんですけどただそれは開発ができなかったら意味ないので、あの、それはできないっちゃできないんですけども、ただその、基本的には誰でも参加できると。で、投票とかによって決まるんですね。そのえパンケース,スワップ上にもえ、投票っていうものがあって、投票を押すとここにもあるんですけど、え投票って言って、 時があってこういうようなアップデートをしようと思っているんですけど、どう思いますかみたいな、こういうようなものを追加しようと思っているとか、もしくはそもそも要望とかで、こういった風にしてくださいっていうのが、まあ、多くの声が集まると、それによってアップデートが行われたりとかっていうものが、そういうもの自体がそもそもね、DeFi とか Web3 の世界観なんですよ。あのー、まあ、民主主義というか、一般、みんなの声に応えて何かプロジェクト動いていくっていうものが、これがもう Web3 の世界観なんですね。 でそれを実現しているのが DeFi とかっていうものです。要はディセントラ、えー、それ自体がですね、Web3 っていうわけじゃないんですけども、で仮想通貨だけが Web3 じゃなくて、えー、例えばそのブロックファイとか、もしくは FTX とかバイナンスとかも、もしくはビットフライヤーとか、コインチェックとか、そういったものは中央集権的な取引所であって、Web3 ではないんですね。まあ残これややこしいんですけど、仮想通貨イコール Web3 ではないんですよ。 実際のところですね。詳しく言うと。まあ、簡単に言っちゃえば仮想通貨イコール Web3 でもいいんですけど、実際のところは結構違くて、その、本当の Web3 の領域っていうのは、もう開発者とかその代表者とかじゃなくて、もうみんながこう参加して、投票とかによって回っていくような、まあ、世界観。そのもう最、一番のその最上流っていうか、Web3 のその誰もいない中で運営していくようなものっていうものは DAO って言って、 もうディセントライズ・オーガナイズ・オート・オーガナイズ・メーションみたいな略なんですけど、要は自動的にも回っていくみたいな感じですね。そういった感じになっていってます。その、それが最先端とか、それが一番いいよとは言いません。それは難しいんですよ、そこの概念っていうのは。結局それが人気出るのか、そこが主流になっていくのかっていうのはわかんないですけど、一応そこが Web3 の中でのもう自動化されたもうプロジェクトとか、それが勝手に動いていくっていう世界観になってきます。ただそことは全く違うんですけどね。だからこれは切り離して考えてください。 ただ、これね、これなんで今話してるのかっていうとそれそれ、これ自体には意味があって、ブロックファイっていうのは中央集権的な取引所で、そこに問題があったと。で、これね、今すごい流れが来ていて、そういったようなブロックファイとか FTX とかそういったところから、今、えー、前回も FTX の破産の真相みたいな話で話したんですけども、DEX へめちゃくちゃ資金が流れてるんです。もしくは、えーっと、中央集権的じゃないものとかのそのウォレットですね。 えっと、ソフトウェアウォレット。で、トラストウォレットトークンが上がっているって話したんですけ、ね、ど、そこからさらに今、前回の、えーはえー、と動画撮ったところから上がっていると思います。今、2ドルぐらいですけど、マックス2 3ドルぐらいまで上がりまして、2.2とかですね。だからこの前買った時でもすでに利益出てるっていうと、ちょっともうちょい上がるんじゃないのかなと思っています。一時的なその人気っていうところから、この、F、ブロックファイの とかもしくはこの後ですねまだ連鎖する可能性があるのでそうなってくるとこのトラストウォレットのトークン TWT TW っていう、ね、トラストウォレットトークンの価値とかも今現在がランクが時価総額ランキング50位ですけども30位前後ぐらいまで上がる可能性はあるんじゃないのかなと思っています価格で言うと現在2ドルですけども2倍の4ドルとか5ドルとか下手すると,うとあと今から1ヶ月後とかには 5ドルから10ドル前後まで上がる可能性もあるんじゃないのかなと。だから今から2、3倍とか、2、3倍から5倍前後まで上がる可能性はあるんじゃないのかなと思っています。まあ、それぐらいですね、あの、もう、えー、一旦その中央集権的な取引所、もしくは中央集権的な連グプラットフォーム、あさっき言った、えー、ディセントラライズされた分散型の中央集権的じゃない、えー、中央、えー、っと、取引所、中央集権的じゃない連グプラットフォームっていうのも、 もう要はあの全般があの信用が失墜してきているので、なのでそういった時に、えー、ウォレットは大丈夫なんじゃないかっていう動き、もしくはハードウェアウォレットって言って、もう完全にそのオンラインから切り離されて、えー、ハードウェアウォレットっていうようなものに移行していくんじゃないのかなと思ってます。ただ僕としてはですね、まあ前そのレジャーナノ S みたいなハードウェアウォレット使ったんですけども、あのまあそれに入れて、なんか売買できないのもめんどくさいなと思って、もう全部もう バイイナンンスとか、えー、とオンライン上でで管理できるようなものを入れてます。まあ、結局ですね、ハードウェアウレットに入れたから安全なのかっていうと、ハードウェアウレットでがなくしちゃったりとか、キー忘れちゃったりとかっていうリスクもあるんですよね。なので、まあ、結局どこが安全なのっていうと、ほぼほぼ安全な領域はないっていうか、でこれ、まあ、唯一ね、安全だとすれば情す、ね、情報をチェックして、日々ですね、情報をチェックして、チャートをチェックして、 あの自分の持っているプロジェクト、もしくは自分の持っている取引所のトークンとかが暴落してないかっていうのを毎日見る。で、それで暴落しなければまあ安全だなっていうのと、みんなが持っていれば安全だっていう認識が一番安全なんじゃないかなと思ってます。これもね、ほんと大変だというかややこしいんですけども、で、あの、人によってね、その投資とはまた違うんですよ。これ投資すれば儲かるって話。 えー、みんなが買っているものをか買うと良くないとかそういううんぬんじゃなくてこれは安全性のものです自分の持っている資金を安全に管理するためにはっていうとやっぱり仮想通貨においてはあのみんなが持っているでみんなが急に出金申請をしていないもの以外であれば僕は安全なんじゃないのかなと思ってますだから結局もう大変ですよ毎日だから僕も、ね、自分が使っている、えー、バイナンスの BNB とかネクソとか のそのトークンの価値とかっていうの見てますし、それ以外でも例えば自分の持っている USDT の、えー、っと価値が1ドルから触れていないかとか、若干のね、その9、えー、誤差はあるんですけども、そういうものが大幅に、えー、っと1ドルをペックしていたものがもう 0. 何ドルの価値しかないとか、そういったことにならないかっていうのをチェックしてます。だからこれね、あのー、今回ブロックファイとか FTX とか、今年の6月で言うとルナの件とかありましたけども、 まあ皆さんに伝えたいのは、もう仮想通貨においては、もうえ日々ですね、すごくあの動きますので、情報も動くし、たくさん出てくるし、いろんなことが起こるし、あと価格もね、すごい動くので,で、流れですね、あの、まあ、儲けるとかうんぬんの前に、まず資産を守るっていうことは大前提だと思うんですけども、で、それで生き残っていけば、基本的には儲かるってね、投資の格言である、まずは生き残れっていうところ。 がクリアできれば仮想通貨はいつかね、まあ、めちゃくちゃゃく上がると思ってます、ね、最後に明るい話題を言うと、あのこれね、あの僕も思ってることなんですけども、株式市場、これ、あのまた動画別で出そうと思ってるんですけども、今株、えーと、株式市場は上がってるんですね。ダウとかナスダックとか、あと日経もそうだし、えー、と中国の株価も全般上がってます。えー、なので、一旦その反発の、えー、ゾーンに入ってきているのかなと、時期に入ってきているのかなと思ってます。1年間ですね、下落し続けたので、 えそろそろ反発して、一旦その短期の上昇トレンド、3ヶ月から半年ぐらい上がるんじゃないかなっていうのを思ってます。で、そこでただ、歌舞伎市場は今から短期上昇トレンド入るんだけども、こういう感じで上がっていくんだけども、仮想通貨に関してはちょっと停滞して上がらない、もしくは少し上がるかなぐらい、だから上昇率で言うと今から半年前後は、歌舞伎市場の方が大きく上昇するんじゃないかなというふうに思ってます。ただですね、3年から5年のスパンを考えれば、 うんもっとかな5年から10年のスパンを考えてもらえれば、えー、その後ですね、仮想通貨のこう上昇率、これこっちが株式市場で仮想通貨が今から半年ぐらい停滞するけども、どこかでこう入れ替わっていって、えー、5年から10年のスパンではもう仮想通貨の方が圧倒的に上昇すると思ってます。それぐらいその仮想通貨の未来は僕は明るいと思ってますんで、あの今回ですね、FTX の件、 もそうだしまあ、ブロックファイルは大したことないとか小さい企業だとするしてもあの全然株が下がってないんですね、株価指数もそうだし要は、この FTX の件は、まあ、もちろん上場企業じゃないので影響を受けないのはそうなんですけどもあの、まあ、少しも影響を受けないっていうのはおかしいなっていうのも思ってて要は FTX に対して上場企業とかも、ね、出資とか行っている可能性もあるのにとかあのそれ以外でも影響を受ける可能性は、ね、連鎖して破産 3ROWS キャピタルとかね、今年6月にありましたし、そういった件が起こってもおかしくないのにもかかわらず、株価が下がってないっていうのもまた変だなっていう風に思ってます。なので、まあ、そもそもですね、やっぱり FTX の件があってもなくても、仮想通貨もそろそろ反発していく、え少しは上がる時期なのかなというふうに思ってます。で、今、あると全般もですね、FTX の件で暴落しましたけども、少しはまあ戻してきてますね。一番やばいと言われていたソラナでも少しその暴落から、えー、っと、 少し要線というか、えー、少し反発しますんで、まあ、やばいと言われていたソラナですらそ,れそうなので、まあ大丈夫なのかなと思ってます。ソラナに関してはね。FTT に関してはちょっとわかるんないです。きついかなと思ってますけども、あの、やばいと言われている時期の中で、まあ資金流入とかもね、BTC とかも買われているっていうような、えー、ことも言われていますし、これからね、あのー、これ以上の下落っていうのはなかなか起きないんじゃないのかなと思ってます。っていうのと、今から、 えっと、今の、今買ってもいいと思うし、今 BTC とかあるのを買うっていうのも悪くないと思うい,いむしろいいと思います、僕的には。今年全般ですね、あの下落してきていて、あの、ルナの暴落の件、そして FTX の破綻の件、ブロックファイも、えー、破綻へっていうことで、まあ相当ですね、悪いニュース出てきて、で、BTC も、えー、っと、6万8千ドルぐらいまで最高値で上がって、そこから今、えー、っと、1万8千ドル。 ぐらいですか、えー、1万,万7000ドル現在ですね。っていうところでもう三、えー、分の1以下まで下がってるっていうのと、アルトに関してもイ e リアムとか主要なね、大きなアルトコインに関してもだいぶ下がってきている。でもう草コインというか、もう時価総額の低いアルトコインに関しては2020年ぐらいの価格まで下がってきていると。要は2021年の仮想通貨バブルに達した高値からもう2020年の価格まで戻ってきてるっていうことですね。 なので、あのもうほぼ、そのバブルを経験してないようなチャート形状に戻ってきているので、これ以上下がるっていうことも考えられるし、えー、今買ってね、あの今後無価値になるっていうことも考えられますけども、ま、だとしても、今買わない選択はないんじゃないのかなと。上がり始めてか,から買うよりも、今買った方が平均取得単価はね安くできるので、えー、まあもしね、これからね、何か買いたいなと思っている方は、大型のアルドコインを中心に買ってください。初心者の方であればね。 ま、攻めている方はね、まあ、あの、本当にね、小型のアルトとか、まあ、僕見たく自家総額の低いね、え、コインとか、え、何十メーガルとかに、ね、買っても、ばらまいてもいいと思うんですけども、初心者の方とか、まあ、日本の取引に上場しているコインから選びたいよっていう方は、まあ、本当に日本取引に上場しているビットコイン、イーセレム、あとは何ですかね、リップルとか、うん、上場してるやつ、日本取引に上場してるやつがよくわかんないですけど、あの、まあ、日本取引に上場しているようなコインで、 えー、時価総額がトップ10とか、えー、トップ30ぐらいに入っているようなコインであれば僕は問題ないんじゃないのかなと思ってますねそういったようなコインを買えば、あのーまあ、無難ですまず、あのー、でそういったコインを買っても上がらないとか、えー、数年経っても上がらないもしくは昔になってしまった とかかであれればし、まあ、しょうがなないいそはめるただ、それ以外のコインが数倍から数十倍になってくれる可能性は5年から10年ではもう間違いなくあると思ってますので、そういったコインを選べばいいんじゃないのかなと思ってます。えー、ということで本日はですね、ブロックファイトあと、えー、FTX の、ね、破産からのこう負の連鎖っていう流れで、まあ、だいぶその良くない流れではあるんですけども、あのまあこれ以上ね、あの悪いニュースとか、まあ、あまりないんじゃないのかなと思ってます。なので、もう 下落してももう限界値だと思ってますね、ビットコインとかも。あの、ビットコインもあのサポートラインというのが18000ドルでそこを割ったんですね、FTX の破綻の件で。ただそれ以上、意外とその15000ドルまで落ちたんですけども、今17000ドルまで戻ってきていて、あの、まあ、めちゃくちゃ上がるっていうチャート形状ではないんですけども、っていうのと、ま、めちゃくちゃ上がってるわけではないんだけども、まあ、やっぱり安値圏であるというのは間違いないので、 やっぱり今のぐらいで買っておくっていうのはいいんじゃないのかなと思ってます。もしくは買い増しですね。あの、もっと下がるっていうところをずっと狙っていてやるのは分からないので、ある程度下がった量を着て買い増し。で、もう一段下がったらまた買い増し。そういった感じでやっていってください。えー、ということで本日のね、動画は以上にしたいと思います。まあ、ブロックファイトがね、FTX の件、まあ、様々なね、悪いニュースありますけども、まあ、悪い時期だからこそね、あの、買う時期には僕は最適じゃないのかなと。まあ、あの、落ちるナイフは怖いとか言ったりしますけども、 まあ、ある程度押してて、で、今、一旦止まってますんで、下落はね。あの、このタイミングで一旦買って、まだ買ってない人とかね。例えば、まあ、2万ドルとかで買ってますっていう人は、今ぐらいだと買わなくてもいいのかなと思いますけど、例えば4万ドルとか、もしくは最高値6万ドルとかで買ってるとかね、ビットコインを。ビットコイン6万ドル近辺、5万ドル、4万ドルとかで買っちゃってる人は、で、買い増しずっとしないんだっていう人は、今ぐらいの余裕だったら、絶対買った方がいいと思います。あのた、ある程度高値掴みしてるんだったら、今ぐらいで買えば、 平均取得単価は3万ドル台とかにできるし、もしですね、じゃあ1万ドルまで落ちた時どうすんだ、もっと含み損になるじゃんみたいなふうに思うかもしれませんけど一1万ドル時になった時も買い増しするんですよ。そうすれば平均取得単価は2万ドル台まで下がってくれるんで、あの、もし1万ドルから2万ドルに行けば益の人となってくれるし、3万ドルとか4万ドルとかになってくれると、えっと、利益は2倍とかなってくるわけですね。平均取得単価が2万ドルで買って4万ドルに上がれば2倍とかなれるわけじゃないですか。あの、価値がね。 なので、リーグを出しやすくなってきます。あとは、結局は、ビットコインとか仮想通貨の未来をどれだけあの期待できるかあの、自分の中で、あ、これは上がるような分野なんだなって思えるかどうかで、信じきれるかどうかで、投資額とか決めればいいんじゃないのかなと。あんまりちょっと期待できなそうだな、やばそうだなと思うんだったら、少額だけ、ねで。自分はやっぱり仮想通貨じゃなくて、株だとか、不動産の方が好きだなとか、っていううに思うんだったら、そっちの、 現物取引とかそっちに投資した方がいいと思うし、ただそれはあとはその自分の中のリスク管理とか資金管理でやっていけばいいんじゃないのかなと思います。もちろんハイリスクなのは間違いないです。ハイリスクでやりたくないんだったらやらなければいいと思うし、僕はただその中でも正しい情報とか考え方っていうのを教えてるだけですね。あのであって自分自身も、ね、仮想通貨で億単位で稼いできましたし、その中で僕は思っていることを言ってるだけなので、あとは皆さんが自分のね資金の管理内で あまり大きな資金をね、入れずに、えー、失ってもいい金額で仮想通貨に投資するとか。まあ、それがね、失ってもいい金額が人によって100万、1000万、1億なのか、それとも10万、20万なのかっていうのは、それ人によって違います。で持ってる金額も違うので。なので、そこは自分自身の安梅でやってもらえたらなと思います。えー、ということで、今回はですね、ブロックファイの、えーもうね、破綻ということはあまり良くないですけども、まあ、そんなにね、あのー、ブロックファイの えー、影響っていうのは相場全体にはね、出てないので、そんなにまあ影響大きくないのかなということで、まあ一旦ね、えー、上昇に向かうんじゃないのかなと思ってます。ね。なので、このタイミングで、えー、ビットコインとかね、アルトコイン、初心者の方は大型のアルトコイン選んでください。まだね、買ってない人とか、あんまりその取引慣れてない方は、えー、そういったぐらいがいいと思いますけども、そういったコインを買って、あとはもう、もう待つ。数年待つ。うん。それで、えー、数年待てば数倍とかね、 うまくいけば10倍以上とかなる可能性あるので、えー、そ,れそういう時まで待ってほしいなと思います、えー。ということで本日はですね、えー、ブロックファイの破綻の件を話してみました。今回の動画良かったなと思う方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと概要欄の方にあります公式 LINE と公式メールマンの方では仮想通貨や投資、トレードの情報を無料でプレゼントしてますので、まあ登録しない方はぜひ登録しておいてください。それ以外に僕の運営しているですね、G、えー、Investor Premium l i g h Plan いうものがありますので、そちらの方では僕自身がですね、 YouTube で話していない、実際にこう売買した金額、えー、もしくは売買の価格、えー、数量っていうものを全部ですね、公開してます。それは仮想通貨も株式投資も、えー、たまに FX とかドル円とかも、ね、やってますので、興味ある方は G Investor Premium Light Plan の詳細ページも概要欄の方からチェックしてみてください。それ以外にも仮想通貨の取引所、えー、それらのレンディングプラットフォームとかも紹介してますので、概要欄の方チェックしてみてください。それでは本日の動画は以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。